ハゴンアサエビン、あなたの沖縄観光をもっとスペシャルに。この動画では視聴者の皆さんの沖縄観光がさらに充実できるような観光情報発信を行っています。沖縄観光する際はぜひ参考にしてください。今回紹介する動画は4月の首里城です。はい、やっと来ました。久しぶりですね。もうずっと紹介したくてしたくて仕方がなかったです。お待たせしました。リクエストが多かった首里城を今回やっていきたいと思います。まずね、今首里城を紹介するって言って、え、いつもとなんか雰囲気違うくないってね、びっくりされた方も多いと思います。いつもだったらね、首里城を紹介するときは、まあ、大体ね、例えば守礼門とかの前で、はい、タイアハゴンアジサヤビーンってね、オープニング撮ってるんですけども、今回は本棚のバックにオープニングを撮りました。というのもですね、実は、今回ね、いつもと首里城の紹介の仕方がスタイルが異なります。実は首里城にはもう実際行っていて取材を終えてます。で、写真をね、いくつか撮ってきたんですね。首里城の写真を写しながら、私が一つ一つ解説するスタイルを撮っていきたいなと思います。で、あともう一つね、今回いつもと違うところがありまして、いつもはですね、例えばですね、守礼門、ソヌキャン、ウタキ、石門、寛解門、瑞泉門みたいな感じで、皆さんが沖縄観光するルートと同じようなルートで、いつも紹介をしてきたんですね。ただ、もうこういったね、首里城動画はね、過去たくさん私撮ってきたんですよ。なので、首里城の基礎が知りたいという方は、私の過去動画をご覧ください。アハゴン、アズサ、首里城で検索するとたくさん出てきますので、基礎が知りたいよっていう方は過去動画を見て勉強してほしいなと思います。では、今回何を紹介するかと言いますと、2021年4月時点の首里城を紹介していきたいと思います。つまりですね、首里城今こうなってますよとか、ここまで再建が進んでますよとか、こういったところ変わっていたよっていうところを中心に紹介していきたいと思いますので、まあ、紹介するね、スポットはいつもとね、異なるちょっとバラバラなんですけれども、これから首里城をね、まさに行くよっていう方は、あ、こんなところが違ったんだっていうね、大きな発見になると思いますので、ぜひ参考にしてほしいなと思います。いや、そうそう。では早速行きましょう。まずですね、今回まず紹介しますのは、寛解門です。寛解門、別名、甘え右城と言われています。まあ、首里城のね、正門のような存在ですよね。今回はですね、寛解門ではなくて、寛解門の近くの城壁紹介したいと思います。皆さん、ちょっと寛解門近くじゃなくて、若干引きで見たときに、寛解門の城壁のコーナーのあたりがぴょこっとなっているの、皆さんご存知でしたか？多分ね、気づくと思うんですよ。だけど、これなんでこんなぴょこってなんか角みたいになってるのってね、疑問になってる方も多いと思いますので、ここ解説していきたいなと思います。このね、ぴょこっとなっている分、こちらはですね、墨頭石と言います。墨頭石。これはどんな意味合いがあるかと言いますと、いろんな説があるんですが、一説によりますと、魔除けの意味合いがあるんじゃないかと言われています。これはあくまで説ですので、いろんな学者さんがね、話していることの中で一番多いのが、この魔除け説なんですよね。なので、もしかすると、このぴょこっとなってるのは魔除けの意味合いがあるんじゃないかなと思われます。いや、そうそう。続いて、寛解門を進んでいって、瑞泉門行きましょう。はい、来ました。瑞泉門、今回のメインの一つです。はい、なぜかと言いますと、瑞泉門のね、漆塗り作業が終わっていたんですね。どうでしょうか？綺麗ですよね。もうピッカピカで、ツヤツヤで、赤が本当に美しい。この撮影した日はですね、もう特にとても晴れてたんですよ。天気がデージ良くて、太陽と青い空と、このね、朱色のね、漆がね、瑞泉門が本当に美しいなと思って、もう感動してテンション上がりました。まあ、他の門も美しいんですよ。美しいんですけれど、やっぱね、漆塗り終わった後の、塗りたてほやほやの瑞泉門はもう全然違った。めっちゃ綺麗ですよ。これね、ぜひ見てほしい。で、これなぜ漆のね、塗る作業をやったのかと言いますと、瑞泉門というのは、1945年の沖縄戦で、今亡くなってしまったんですよね。被害を受けました。で、1992年にね、復元されたんですね、この瑞泉門というのは。1992年からずっと、だいたい30年間ぐらいね、この沖縄のさ、デージ熱い太陽にね、こう、太陽の日差しを浴びて、時にはもう激しい台風にもあって、雨風いろいろ受けてきたわけですよ。そうなるとやはりこの塗装が剥がれてしまいますので、だん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 色もねちょっとこう落ちていってしまうんですよね。ということで、まあ、漆塗り作業を行おうということで今回塗り替えが行われていたそうなんですね。で、やっぱりね、こう、扁額とか、門とかを長く守っていくためにも、やっぱこうやってね、塗り替えはした方がいいですので、すごく綺麗になっていました。美しかったです。
で今しか見られないわけではないんですけれど、やっぱこの塗りたてほやほやっていうのは本当に綺麗ですので、ぜひこれは一日でも早くね見に行ってほしいなと思います。でこの今回随泉門の近くに皆さん流飛ありますよね、湧き水です。はい、この流飛の流というのはちなみにね、500年前に中国からもたらされたものと言われています。皆さん随泉門の近くにたくさん石碑があるの気づきましたか？おそらく気づくと思います。たくさんあるから、しかも目立つしね。でただこの石碑を見た時に何が書かれているかわからないという方は多いと思うんですよ。私首里城に行く時っていうのは、取材する時っていうのは歩くのデイジ遅いんですよ。普段はねちなみにめっちゃ速いです、歩くの私速いってよく言われます。だけど首里城に関してはめっちゃ遅い。なんでかっていうと一個一個どういうところがね、首里城変化していてとかね、何が変わっていて何が変わらなくてとか、どういう様子なのかとか、そういうの一個一個調べたいんですよ。だから歩くのめっちゃ遅いんですね。でそうなると何が起こるかというと、随泉門をこうやって歩いていると私の横をもうビュン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 観光客の方が通り過ぎるわけです。たくさん通り過ぎていくわけですね。で大体の確率で随泉門の前に来ると石碑の方を指さして、あれ何って言うんですよ。大体の方がなんて書かれてるのとか、どんな意味があるのだけど分かんないっていう方が非常に多いんですね。で分からないからなんか分かんないけど、とりあえずなんか書かれてるなっていう感じで、写真を撮って随泉門通り過ぎて六国門の方にピュンって行っちゃうんですよ。でももう非常にもったいない。本当は解説してあげたい。はい、なので今回解説しますね。何なのかっていうことをしっかり紹介したいと思います。この石碑はですね、札幌市が読んだ言葉をですね石碑にしているわけですよね。何かというと少し歴史を解説します。琉球王国時代、琉球という国は中国と交易を行っていました。これはご存知の方非常に多いと思います。で琉球国王というのは代々ねもうかなりの数いるんですけれども、琉球国王は基本的にはですね、新しい国王が即位する時というのはこの札幌市という人たちがですね、中国から琉球に来て、あなたを第何代琉球国王に任命しますよというね、札幌の儀式を行っていたわけなんですね。これが完了して晴れて、あ、自分は第何代の琉球国王なんだっていうことが、中国から認められるわけですよ。で、札幌市というのは中国皇帝の使いの人たちなんですね。で、彼らは何日間もかけて船に乗って琉球に来るわけですよ。だいたい半年ぐらい札幌市は琉球に滞在したと言われています。このね、滞在してる期間にやはりこうね、琉球の人たちともこうやってこう交流をしていきますよね。で、いろんなとこ行ったりするんですよ。式内に行ったりとかね。札幌市たちは琉球に来た時にね、あることに驚くんですよ。首里城の随泉門の近くにある湧き水が本当に素晴らしいっていうことに驚くんですね。で、このね、なんでこんなに素晴らしいんだこの泉はっていうことを称えた碑文というのがこの札幌市七碑と言われています。7つの石碑を今回紹介したいと思います。まず一つ目いきましょう。一つ目はですね、中山第一です。これがね、多分この7つの石碑の中で一番こう簡単というか、漢字も読みやすいし、ああ、知ってる知ってるっていう方多いと思うんですよ。なぜかというと、簡単に読めるっていうのはそうなんですけれども、この流飛を見に行くときに、やっぱ目の前でこう、下るときにね、通りますので、一番こう目に入りやすいと言いますか、中山第一が一番目に入りやすいので、よく見る方多いと思います。中山第一、泉の水量、水質というのは、琉球第一の泉であるという意味合いなんですね。もうね、数あるものの中で一番すごいっていうことを称えてるわけですよ。めちゃくちゃ褒めちぎっている、言葉になります。中山第一。これはですね、徐保公という方が読みました。かなり有名な方ですよ。この方はですね、1719年に琉球に来留しています。昭景王の札幌副使なんですね。はい。徐保公が読んだ中山第一です。続いていきましょう。続いてはですね、こちら。雲根石髄。これどういう意味かと言いますと、山の高いところの穴から湧き出る石の土のようであるという意味合いなんですね。それぐらい素晴らしいということを称えているわけなんですよね。で、これを書いた方はですね、前回という方です。この方は1756年に琉球に来ました。尚穆王の札幌正史ですね。では続いていきましょう。続いては陽国霊源。こちらは東の果ての出るところにある不思議な泉であるという意味合いです。読んだ方は張文海という方です。この方は1800年、昭恩王の札幌
王製紙と言われています。さあ続いて4つ目、私この個人的には4つ目が一番好きです。4つ目いきますね。4つ目はですね、カツハツハツシと言います。これね、意味はどんな意味かと言いますと、魚が跳ねるように水の勢いが極めて活発な泉であるということなんですね。なんかこうすごくなんか読んでて楽しいなと思いまして、私は個人的に7つの中で一番これは気に入っています。この方はですね、1808年の、昭光王の殺法製紙です。続いていきましょう。源遠流長、意味はですね、泉は源が遠く流水が長い、いかにね、すごいか雄大なのかっていうことを称えています。こちらは林光年さんが読みました。有名ですよ林光年さん。1838年、昭育王の殺法製紙です。さあ続いては飛仙草玉、清らかな泉があたかも玉のように飛び散っているという意味なんですね。こちらは高仁館という方が読まれました。この方もですね、林光年さんと同じで1838年、昭育王の、この方はですね、殺法副使ですね、殺法副使だったんですね。さあ最後いきましょう。最後はですね、霊脈流粉、こちらは霊妙の水脈から出る香りの高い流れであるという意味なんです。長信さんという方が読まれました。この方は1866年、琉球最後の国王正太王の殺法製紙なんですね。はい、以上7つが殺法紙七飛となっています。いかがでしょうか。意味が分かるとですね、見ててすごく楽しいなと思いますので、次に首里城に行く方はですね、あ、こんな意味なんだなっていうことを頭の片隅に入れた上で、ぜひ随泉も見て石碑もね見てほしいなと思います。湧き水もねぜひご覧ください。随泉門を過ぎますと随泉門、牢獄門があって幸福門があります。